鑑賞直後より、うん、今の方がたなびくってこと、ね、そう今の方がいろいろ考えますね。いやそういう映画ですよ、うんうん、やっぱこういう山吹みたいな映画ってなかなかその鑑賞後感どう感じるかっていうのは本当人それぞれの映画だと思う。そうですね。なんだけど魅力があることは確かなんだよ、うん、これは、うん。シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです、本日は山吹について語ってまいりたいと思います。ところが残念ながら T さんをご覧いただけてないので亀丸さん今日は2人で語っていきたいと思いますが、うん、亀丸少年さんに熱く熱く押された山吹でしたが、うんうん、いかがでしたか。なんで聞くんだよ自分のことは。いや私は、うん、あの実は見る前はあのもうちょっとこうミニマルっていうか、うん、あの抑えた演出の作品をすごい想像してた。演出でも抑えてるってことか、うん、あのお話も抑えた話かと思ってたら、うん、結構いろいろてんこ盛りで、うん、あこんなにいっぱいいろんなテーマとかがあるんだなっていう風にいっぱいっていうかいろんなお話があるんだな。テーマはいっぱい、まあ、モチーフがいっぱいあるから僕じゃないけど、まあ、モチーフはいっぱいだと、まあ、そうですね、うん、っていうのはちょっと驚いたんですけど、うん、あの鑑賞直後より、うん、今の方がたなびくってこと、ね、そう今の方がいろいろ考えますね。いやそういう映画ですよ、うん、そこに多分亀丸さんは、うん、乗っちゃったんでしょうね。そうでしょうね、うん、だから竹内さんがご覧になった後に、うん、あのちょっとだけ伺ってた感じが、うん、あの鑑賞直後にああそうかもしれないなと思ったんですけど、うん、今思うと、うん、いろいろ考えるとこがあって、うん、それはちょっとネタバレでお話しできればな。だから映画って面白いのはさ、うん、必ずしもそのうまく作り上がればね、うん、いい映画っていうことでもないじゃない、うん。いつも言うけどそのフェイバリットの概念もベストの概念も人それぞれいろいろあって、しかもそのもちろんさどう受け取るかがもう本当に映画って見た人のものだから、だから山吹もさ途中でコメントに亀丸少年さんそんなにフェイバリットのナンバーワンっていうほどね素晴らしい点をぜひお聞かせくださいって書かれてるコメントの方もいらっしゃったけど、やっぱこういう山吹みたいな映画ってなかなかその鑑賞後感どう感じるかっていうのは本当人それぞれの映画だと思う。そうですね。じゃあここでネタバレ、竹内さんは そういう印象を持たれたってことですか。ネタバレ前でお話しするとね、ポイントとしてはあのもちろんこう余韻たなびく映画でもあるんだけど、うん、やっぱりこういうネタバレだな、うん、ダメだなこれちょっと確信までしゃべっちゃいそうなんで、じゃあネタバレありで。ネタバレしますよ。じゃあお願いします。やっぱりさ映画的に修練してないんだよこれ、うん、でこれも多分ねこれ僕の勝手な愚行というか推測なんだけど、はい、監督これ修練するつもりないと思うんだよね、うん、確信犯だと思うんだよ、うんうん、だからもう広げるだけ広げて終わりになってるんだよね、うんうんうん、そうすると多分ほとんどの映画ファンはこれ満足しないと思うんだよ、うんうん、だけど、うん、逆に言うと余韻はたなびくんだよ、うん、だがゆえに、うんうん、そこがポイントの映画なんだよね、うん、だから多分あのすごくたなびいちゃった亀丸少年さんはすごいフェイバリットのワンだし、うん、そのどこが面白いんですかって書かれてる方は、うん、その修練してないことにやっぱり映画未消化なんで、うん、それがやっぱご不満なのかそれともだからその魅力がわからない、うん、ということなんだと思うんだよね、うん、っていうか自分には響かなかった、うん、っていうことで亀丸さんにお聞きになってんだと思うんだけど、うん、結局この映画ってもともとだからこの山崎喜一郎さんっていう監督は多分最初東京で仕事してたんだと思うんだけど、今はそのこの岡山県なんだっけ真庭市だっけ、はい、を拠点として地方から発信してる映画なんだよね、はい、地産地消映画で多くの人が消費の消じゃなくて、うん、生まれるの多くの人がやっぱりなんかなんとなく物事って大都市を中心にして回ってるよなって思ってるわけだよ、うんうん、でもさ着実にどんな都市どんな村にもあの問題は現在の問題として横たわることっていうのが多いわけだよね。多分そういうなんかこう山崎監督の勝手なこれは僕の推測ですけど普段生きてる上でなんか憤りがいろいろあると思うんだよ、うん、それは例えば国が勝手になんか沖縄にその
ね、基地をなんか動かそうとしたりすることに対しても、その一地方の人間として山崎さんはいろいろお怒りなことがあると思うんだよね。そういうふうにいくらその地方に来ていても、なんか都会とその国が中心にいろんなことが決まってったり、そうじゃなく普通に生きていく人間の中で問題ができることっていうのは当然どこに生きててもあるんですよっていうことがやっぱり一つのテーマな映画だと思うんだよね。だから当然この岡山県真庭市を舞台にして、そのいろいろ起こっていくことどもっていうのを映画として表現していきたいっていうのが根底にあると思うんだよね。まあなんだけど、例えばだからそのヤクザの部分とかね、やっぱり僕はどう見てもこれ未消化だと思うわけで、こういうところにやっぱ僕はちょっと巣に帰ってしまう部分とかもあってね、あのヤクザなんであんな鉱山の上に金持って逃げてんだって話なんだよね。ちょっと、まあ、雑に見えちゃいますよ、ね、いや雑なのよ。でも雑なのは別にそこを見せたい映画じゃないから、ないよね、そこに別に理由付けを描く必要ないと多分監督はお考えで、もう完全な確信犯なわけだよ、でしかもさ、じゃあ刑事はなんでそのね庭を掘り起こしたらバッグがどうやって掘り起こしたの令状も取ってないのに、とかさ、いろいろもう引っかかるシーンは多いのよ。いっぱいあります。でももう監督はさ、もういいんだ、これはね、とにかくいろんな題材をぶっ込んで、とにかくその地方から発信して、地方にも現代というのはもう確実にあってね、いろいろな懸案もあって、若者 も生きてれば、外国から来られて仕事をされてる方も生きてるんです。でそういうことは言いたいんだよね。だからもう別にその普段映画を見ている映画ファンがいろんなところに気になるところは、いや別に普通に気になりゃいいじゃん、まあ、すごく悪い言い方だと開き直ってるようにと思うんだよね、うん、だから自分もだからそういうツッコミ普通の映画でツッコむ場所はもうスルーしてました。だからまあそのヤクザがどうのこうのとかおかしいとは思ってるけど、別に竹内さんおっしゃるよね、でむしろ逆にねツッコみたいのは、その例えば高校生の彼女はサイレントスタンディングで沖縄の基地反対とかってやってる人たちのところに混じって自分もカードを掲げてるわけじゃないですか。ということは、まあ、そういう反戦とか救助、憲法救助を守れとか、そういう立ち位置なのかなと思うわけです、彼女はね。でそうするとちょっと仲良くなった彼女のことを好きな男の子も横に、僕はこの人が好きでって矢印でね、こっちの人が好きですって書いたところで立ってる彼がね、自衛隊に行くって言うじゃないですか、その俺は自衛隊に行くって言った子に対して、なんで無言なのってやっぱ思うわけですよ、だからそこからすごい考え始めちゃって。それはですね、もともと彼女がサイレントスタンディングしてるのは青春の焦燥だからなんです、そこに彼女の言いたいことはないんです、っていうことなんでしょうね。そういうことなんです。だからそこからすごい引っかかり始めちゃって、いろいろ考えるわけですよ、でそうすると見終わった後に気になったところが、またそのそんなヤクザがどうのこうのとかじゃなくて、お母さんがジャーナリストで、まあ、中東の戦争地域かなんかでメッセージ残して死んじゃうじゃないですか、そのお母さんが言ってるね、ここには正義と正義の戦いがありますっていうわけです。そこに結構ねグッとくるんですよね、いやそうだよなと、だからね、それは沖縄の問題も、中東のその紛争も、今のウクライナのロシアとの戦いも、全部正義と正義が戦ってて、どちらにも言い分はあるわけですよ、でもしょうがないけど分断起きてて、争いはなかなかなくならないとかに考えが至ると、いやなかなかこの映画見て考えることあるなと思うんですね、でそういう考えに至ると、この映画を見てすごい良かったなって思うんですね。そうなのよ。だから監督の一応そのやりたいことっていうか、本意は意外と見た人に通じてる映画だと思うんだよね、だから、まあ、例えば神物少年さんのようにフェイバリットのね、一番になってもおかしくない映画だと思うわけよ、でそのまあ多分その見終わったすぐにね納得いかない人も佐藤さんみたいにずっと余韻たなびくからね、どうしてもいろいろ考えて、だんだんこう映画の評価が高くなる人もいると思うんだよ、だからそういう映画なんだよね、そうですね、山吹って。そうですね、そこがやっぱりね非常にその
やっぱり日本のインディペンデント映画お作りになられてる方々がそれぞれ何をやりたくてそのインディペンデント映画を作ってるのかっていう、その個人の価値観とそれを世に放った時に人の映画になるわけだよね。見た人の映画になる。でこの辺の責任っていうのを送り出した側もあるわけだよ。でその時にその送り出された、受け取った側としてその送り出した人の責任が全うされてないって思っても、まあ、仕方がない映画だと僕は思うんですね。なぜかというと修練してないから、監督は修練するつもりもないからっていうか、これが修練なんだと思ってる可能性もあるわけだよね。そこにやっぱこの映画の評価の分かれ目が出る。そうですね、うん、で僕ははっきり言って、まあ、僕にとってはこの映画は未消化だと思うんです。だから全然こう僕の中でこれはフェイバリットにはならないと思う。まあ下には入るかもわかんないけど、その大きな強いフェイバリットの映画にはならないけど、例えば神丸少年さんがこれ、まあ、モーストフェイバリットの映画になりましたっておっしゃっても全然納得できる。あ、そういう人もいるよね、うん、そういう映画だよなっていうのをすごい強く思うわけですよ、ね、でもその質問されてる方がもしかしたら何にもこの映画に魅力を感じなかった可能性もあって、うん、それもまたすごくよくわかるんだよね。まあ、そのね、ヤクザとかが唐突に出てきて、その演出とかもちょっとコメディタッチだったりするから、なんかそれがそぐわねえんじゃねえのと思ったりする人もいらっしゃる。まあ、あと隣の人が好きですっていうね、うん、その表現も、うん、なんとなく全体の世界観と合わないんじゃないって思う人もいると思うんだよね。あとその個人的には最初の方に引っかかったのは、あの山吹を刑事が取りに行くじゃないですか、うん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 、なんであんなわざわざ崖で撮らなくちゃいけないのって思うわけですよ、うん、まあ、だってその辺に生えてる、だって山に結構行ってる人だったら、うん、落石の可能性があるって分かるんだったら、うん、あんないっぱい生えて、いっぱい他にも生えてるのに、わざわざなんでそこで撮るんだって、うん、突っ込んだところで、うんうん、あれは石を落としたいのでしょうがないんだよね。そうだよね、うん、でそれがあの韓国人の彼に災いをもたらす、うん、ことを作らないといけないから、しょうがないよね。そうなんだよ。で、この監督の割と手法はそのヤクザを出したり、あそこで山吹を取ったりすることは、うん、なんていうのかな、その表現することの上であんまり問題じゃないんだよね。でしょうね、うんうん、それよりも結果としてそういうふうに生んだ、うん、その表現をやりたいんだったらもうそれでいいじゃんかと、うん、で、ある意味だからそこはなんていうのかな、様式美的に見てくれってことだと思うんだよね。でも普通の映画ファンはやっぱ引っかかるわけよ、そこに。そのね、引っかかることによってこの映画が未消化になって評価が下がるとしたら、そこは僕はもうちょっとやり方はあるんじゃないかと監督にちょっと聞いてみたいんだよね、そこは。で、果たしてでもこの監督が丸まっていったことによっていい映画を作れるのかっていうと、なんか違うような気がするんだよ。そこがまた映画の面白いところでね、非常にウェルメイドだと逆に伝わんないかもしれない、ね、うん、伝わんないし、じゃあそれが面白いのかっていうと多分こっちの方が面白いんじゃないかと思うんだよね。いうことで、この山吹っていうのは非常にこうなんていうの、形的にはいびつであり、決してウェルメイドでもなく、普通の娯楽映画を見てる映画ファンが見てもインディペンデントの、奥深い映画を見てるファンが見てもほんと思うところがいっぱいあって、だってこのアートワークから見ると春原さんの歌的な作品かなとかも思ってたから、うんうん、でも春原さんの歌的なものを予想して期待してみると、うん、そういう映画では全くありません、全く本当に。で、はっきり言って、映画にあんまり触れてない人が見るともうなんかすぐ脱落すると思います、この映画。そうですね、でも見終わると佐藤さんのように、映画に寄せて考え始めるといろんなことが考えられるし、描写的に素晴らしいシーンもいっぱいあってね、だけど未だに懐疑的なシーンも非常に多い映画なんですよ。ということで、まあ完成形を見るとね、こう丸には全然なってない映画なんですよね。しかも映画的には全く修練してないし、出すだけ出して大風呂敷広げて閉じてねえじゃんかっていう批判があってもそれもうなずける映画なんですよね。なんだけど魅力があることは確かなんだよ、これは、というね、非常に不思議な映画で、でこれを見るとやっぱりその映画って一体何がいい映画で何が面白い映画なのかっていうことをもう一回問われてる気はなるよね。ということで、1件の価値、2件の価値、3件の価値はすごいある映画で、これをフェイバリットモーストになる方もいらっしゃるし、もしかしたらワーストに選ぶ方もいらっしゃるタイプの映画で、ここにその映画の表現の、まあ、難しさと面白さと皮肉
でもそういうものをいろいろ感じる。だから見終わるとね、やっぱりいろんなことを考える映画ですよ。そうそう、という意味ではいろんなことを考えるというそういう魅力をがある映画でもあるということですよね。うん、あの見たくなったでしょ。見たくなりました。なんか考えちゃいますよ、もう見てないのに。どんな映画なんだろうと思うよね。思いました。でこんだけ言われてみてもまあ楽しめるとは思うんだよね。まあ多分だからもう一回見ても面白いところとか考えるところ多分あるんで、うん、僕もね全然もう一回見られるというか見ても面白く感じる映画だと思いますよ。オープニングでやっぱり16ミリのあの質感のね、うんうん、なかなかそういきなりねパッと見た時にもうあのえこれいつの時代に撮った映画と思うんだよ。ワンダみたいな感じがちょっとしましたね。だから採石場がワンダのあの辺のちょっと近いじゃないですか。これ1960年代の日活映画って思ったもん一瞬。であのベルトコンベアで砂利が流れるとことか、ね、うん、なかなか映画的で面白いカットですね。そうなんだからね、こう魅力はねいろんなところに散見されるんだけど、うん、その魅力がね全部こう集合体として最後までまとまっていかないのよ。バラバラなまま終わるの。でこのバラバラなものまま終わるのが面白いか感動するかっていうと人に分かれるわけだよね。人によって分かれる、そういう映画だよね。でも非常に魅力的な映画だよ。山吹とかっていうタイトルもさ非常に意味ありげに出しながら全然その意味性を全うしないのよ。途中で山吹って金のことだみたいな、昔小判のことを、ね、大判小判を山吹って言ったんで、うん、昔のマイナイを山吹っていう隠語で言ったりしてたんで、っていうセリフがあるからなんか意味性を持たせるのかなと思いきやそれほどまで感じないですよね、うん、なかなか。で俺逆にちょっと気になったの、うん、というか聞きたかったのは、うん、エンディングでね、うん、山吹の、うん、あの山吹色以外の色がいっぱい出てくるじゃないですか、うんうんうん、花びら的なところで、うんうんうん、あれはなぜ。だからあの2つの正義が戦ってるテーマに向かっていくわけだよ。いやもちろん当然っていうことですよね、うん、だから山吹が山吹色だけじゃないっていう、うん、まあそういうふうにはっきりは言ってないけど、はい、ああいうふうに、表現することによって、修練してない映画を見終わった後のその修練する様子がにしてくださいってことなんで ね、 ですよね。だって山吹で終わらせるんだったら山吹色で全部黄色のはずですからね。でもしかもそれは僕の勝手な考え方であってどう感じるのかは皆さん、だから俺は絶対意図があるなと思って、うん、だってピンクとか青とかの山吹はないから、うん、何なんだろうとはと思わせたりする監督の企みはすごいありますよ。監督の企みはもう頭から終わりまで全部そうですよ ね、 ね、 ですよね。しかもかなり僕は確信犯だと思っていて、ね、別にその出来のいい映画を作ろうとはご本人思ってないんじゃないかと思うんだよね、うんうん、だからそういう例えば反戦とか救助守るとかとかにすごい反応してる方もいらっしゃるわけですよ、うん、コメントって、うん、でも俺全然違うところに反応する人も多分いっぱいいらっしゃる、うん、だから別にそれが本意ではないんだ。ないからね、うん、でも明らかにその地方から発信するという強い、うんうんうん、そのなんていうのかな、そうですね、使命感っていうのはすごい感じる映画ですよ ね、 そうですね、うん、それはだからもう誰が見てもそこは感じられると思うので、もう監督の一応その何、クリエイトして、みんなに届けたいという思いのその根本はやっぱり理解できる映画なんじゃないかなとは思うけどね。あとびっくりしたのは、うん、キャストが結構豪華な、ね、豪華だよね、すごく豪華だ、皆さんなかなか芸達者な方が揃ってて、うん、祈りきららさんも素晴らしかったしね、うん、和田美沙さんとか、和田美沙さんとかね、三浦雅美さんとか、あとは青木さんね、青木隆さんとかね、うんうん、なかなか佐野和弘さん出てた、そうそう、なかなか松浦優也さんもちょっとだけ出てたりとかね、うん、あのなんか兄弟がさ、うん、共演するの楽しいよね。楽しいね、うん、あの美咲の兄弟の兄役と妹役が、うん、あの夫婦の役で出てくる、そうそうそう、うん、これもおかしい、だからそれもちょっとびっくりしました、うん、でこれプロデューサーもちょっと知り合いなんだけどね。あ、そうなんですね、うん、あの、まあ、なんていうかな、あの多分そんなに口出したくなかったんだろうなっていう感じは、うん、やりたいようにやってください、まあ、やっぱり監督がそこまで熱意あってやりたいんだったらそれでいいんじゃないかっていう感じだったんじゃないかな、うん、別にその脚本を丸めようとかシチュエーションを丸めようとかは思わなかったんじゃないかと思うんだよね、うん、いやまあ、不思議な映画ですよ。そうですね、でも魅力のある映画だし、あの余韻たなびくし、いろいろ見終わったって考えるし、
これがワーストの人もいるし、モーストフェイバリットの人もいるけれど、ベストワンにはならない映画だと思うんだよね。出来は良くないと思う。不思議な映画ですよ。でもこういう映画をやっぱインディペンデント映画の中にあることを発見するのが、インディペンデントの日本映画を見る楽しみなんだよ。楽しいね、うん。いやだから見てよかったよ、やっと見られて、うん、だって1回はだから寝坊して見られず、1回はユーロスペースに行ったらそれ昨日までで今日からは時間違いますって言われちゃってね、うん、僕 の確認が悪かったために、それで 2回見破って、やっと3度目に見破って、はい、なかなか面白かった。で下北駅前シネマ K2 に見に行ったら、うん、カップルの人が 1組とカップルもだから初老のカップル、うん、で一人お若い方と僕と4人しか見てなくて、うん、その初老の旦那がこんなに少なくてこの映画館潰れちゃうんじゃないのって奥さんに話しかけてましたけど、まあK2 さん頑張ってると思うんで、番組も、うん、ぜひね多くの方に 見に行ってもらえたら嬉しいなと思います。私が見た回はね、うん、20人以上いましたね。あそう、うん、結構来てるな。時間帯かな、いや3時半ぐらいでしたから。そう、僕もそうだったけど、うん、あただ曜日が土曜日だったかな。いやそりゃ、うん、そこで30人なんて問題なんじゃないかとかまあいいですけど、いや非常に番組も頑張ってるしね、うん、結構その名画座なんだけどトークショーとかもやられてね、うん、今泉さんとかもずっと付き合ってたみたいだし、うんうん、はい、ということで本日は山吹について語ってまいりました。質問された方も、うん、ぜひねコメントいただいたり、そうですね、うん、そうですね、僕らの話でどういうふうにお感じになられたか、はい、どこが良かったか気になるんで、うん、皆さんコメントいただけると嬉しいです。どうもありがとうございました。